スンドバヘアスタイリストの中井ひろきです。スンドバヘアのスタイリストの永田です。今挑戦していることの一つとしては、動画撮影の中でもカウンセリング動画っていうのに力を入れています。今までカウンセリング動画っていうのがなかった中で、こう流行り始めた上で、自分たちも今取り組んでいます。やっぱこう自分たちにとっては当たり前だったカウンセリングしてる姿っていうのが、やっぱこうお客さんの中では新鮮だったりとか、なんか見てて面白いっていう反応が最近は多いなって感じてます。そうですね、スタートに関してはなんか正直他の人がやってるのを見て、なんかこういうのが今求められてるのかなと思って、自分も正直真似をしたとこから始めていて、それが今結構流れ的には来てるのかなとは思ってます。そうですね、僕もここ最近でインスタとかに変化があったって言ったら、やっぱカウンセリング動画を取り入れたっていう感じなのかなと思うんですけど、綺麗なモデルさんがこうぐるっと一周回ってなんかポージングしてっていう感じよりかは、なんか現実味があっていいみたいな、自分もこういう風になれるのかなみたいな、参考になるみたいなんで、なんかそういった意味でも結構こうお客様のためにもなってるのかなみたいな感じは感じますかね。やる作る上で大事にしてるのは、まずは似合わせと再現性っていう部分 で、似合わせに関してはやっぱりお客さんが一番気になるのってやっぱ顔周りだと思うので、やっぱその顔周りの作りっていうのをこだわってます。再現性っていうのはやっぱこうお客さんがこう美容室で帰った後にちゃんと再現できないと、やっぱそこでがっかりすると思うので、そこの家での再現性を高めるために、美容室でのスタイリングも必要最低限、軽くできるものっていうのを意識してやってます。ですかね、結構インスタとかを見てくる人って結構感度が高いと思うんで、そのホットペッパーとかでこのエリア的に近いから来たとかっていう感じよりかは、ちゃんとこう何かを求めて探して技術レベルを求めてきてるっていう感じなんで、カウンセリングの時にそのお客様が何を求めてるのかなとかっていうのをちゃんと聞き出して、求めてるものを探し当てて、なんか満足いただけるようにっていうのはちゃんと意識してますかね、デザイン作る上で。そうですね、でも基本軸みたいなのがあんまり変に変えないようにはしてたり、そもそも結構画像持ってくるっていう感じが多かったりするんで、なんかこれにしてくださいって言われて結構思いっきり違う感じにしちゃうとちょっとあれなんで、その中でいやこういう顔の形なんでこっちの方がいいんじゃないですかとか、ここ長さ少し残した方がいいんじゃないですかとかっていう提案は若干あったりしますかね。なんだろうね、技術の面も多分あると思うんですけど、なんか他店で失敗してきましたっていうことが結構インスタからこう来てくれる方って多いんですけど、他店でなんかうまくいかなかったりとか失敗されたりとかしてくるっていうことが多いんで、さっきの回答にちょっと若干かぶっちゃう部分かもしれないですけど、やっぱ本当にこうしたいっていうものにどれだけ近づけるかっていうところを考えていくっていうのと、あとはコンプレックス絶対持ってると思うんで、お客様一人一人なんで、そこをどれだけ考えてなんかこうそのコンプレックスを解消できたかのように感じさせるかが結構大事なのかなっていう、それ以前やっぱ人柄とかもやっぱあるとは思うんですけど、合う合わないとかっていうのはあると思うんですけど、技術面ではなんかそういったところなのかなっていう感じはしますね。そうですね、ファン作りとして、その対面した時のファン作りプラス、やっぱ今ってその SNS のファン作りっていうのが結構大事なのかなと思っていて、でもさっきもちょっと上がっていたやっぱ動画に今なっていて、なんか写真の時よりも今こうカウンセリング動画上げた時の方がなんかお客さんって多分その人柄を見えやすいあるので、なんかそこからやっぱこうなんかそこをお客さんが何度も見てることによって、こうそこでファンになって、もうファンになった状態でお店に来るっていうのが最近増えてるんじゃないかなっていうのはすごい感じています。でだからこそなんかこう写真だけでこうインスタ上げてた時よりも、カウンセリング動画で自分たちのこの、カウンセリングの仕方だったりとか、見た目とかそういう声だったりとかを、知った上で来店してる方がリピート率も高いなっていうのを感じていて、なんでやっぱこう写真だけだとやっぱそれ切ってる人がどんな人なのかっていうのは分かんないので、なのでやっぱこう最初に動画でその人の人となりっていうのを分かってるだけで、やっぱこう来るハードルも下がりますし、その後のもうリピートしようっていう気持ちっていうのもなんか高いのかなっていうのは最近はすごい感じてます。本物ですねみたいな感じですね。なんかもう向こうからすると何度も毎日上がってくるじゃないですか、同じ時間に。だから多分向こうからするともう初めてじゃないぐらいの気持ちだと思うんですよね。だから
会った時になんか向こうなんか随分親しいなとかっていう感じとかの人もいたりとか、あ本物だみたいなとかよく言われたりとか、やっぱそこって今の時代には結構大事なんじゃないかなっていうのも感じますね。もちろん対面でのファン作りも大事ですし、対面よりもそっちの方がなんかこう最初に来る人数が多かったりするので、やっぱ急激に増えた理由としてはやっぱその動画っていうのもやっぱ大きいんじゃないかなとか感じてますね。だからやっぱこうライブとかも今すごい流行ってますね。ライブ配信やってたりとか、そういうのも大きいんじゃないかなとは思います。お客さんからもやっぱ言われますね。なんか最近美容師さんがそのライブとかするとなんかすごいよみたいな、やっぱもうカウンセリング動画で見てるからすごい質問とか飛び交ったりとか、やっぱそういう流れでは今来てんじゃないかなっていうのは、ちょっと日々周りの声も聞いたりすると感じますね。僕は結構ありましたね。インスタのストーリーでもそうだし、投稿でもあんまり載せなかったんで、あまりほとんどゼロに近いくらい載せてなかったんで、そう結構まあ最初はちょっと抵抗ありましたけどね。今求められてるのがカウンセリング動画なのかなっていうのは結構感じますよね。インスタグラムのその人気投稿というか、あの虫眼鏡マークのところ、検索マークのところを見てランダムに上がってくるけど、やっぱり結構カウンセリング動画は上がってきてるかなっていうのも感じてたし、結構今人気の美容師さんとかもやっぱり取り入れてる方がほとんどだったんで、まあ、時代的にも取り入れるべきかなっていう感じで始めた感じですかね。いや僕はもう全く見ないですね。人のも全く見ないですよ。最初はあのどんな感じかなと見たんですけど、最初参考にしたらもうそれ以降一切出るのも見ないですね。僕は結構見る派ですかね。見てなんかまあどんな感じで編集してるのかなとか、なんかこう結構自分で他の人気美容師さんとかを見比べて、まあ、みんな多分ある程度バズってる人で、逆にちょっとあんまりそこまでバズってない人とかをちょっと見比べて、どういう違いなのかなとか、途中で飽きるような編集の仕方なのかなとかっていうのをちょっと見て、じゃあ逆に飽きさせないにはどういうふうになんか編集なんかカットしたりとか文字入れしてるのかなとかっていうのを若干見たりしてっていうのはしますかね。なんかあんまりこうこれだっていうのが自分の中なかったんで、ちょっとまあちょっと軽く分析して参考にしようかなみたいな感じはありました。あ自分の動画はなんかカウンセリング動画とかに関わらず、結構 YouTube とかで文字のこう出る感じって、なんかこう話してるところがセリフが例えば2行分ぐらいのセリフあるとしたら、まとめてボンって出るじゃないですか。普通そのインスタのカウンセリング動画、僕は結構区切って出すんですよ。なんか何々で何があったから何々でしたみたいな感じのこう細切りにしてるというか、一つの動画の中に文字の大きさも変えたりとかしてテンポよく出したりするんですけど、最近それ変えたんですけど、それにした方がちょっとなんか反応いいのかなっていうか、途中でなんか見飽きないのかなとか思ったりしつつ、それはまあ YouTube からちょっとまあ参考にしてっていう感じだったんですけど、それぐらいですかね変化してるとしたら。大変なこと、もちろん編集じゃないですか。いや動画の編集からやっぱ文章作って、あのタイトルっていうか、あのベッターというか、あのトップ作るってなると、やっぱ3時間近くかかったりするんですかね、1分作るのに。なんか最初やっぱ撮ったのをまず見て、どこ使うかとか切って、それをまた違うアプリに行って文字入れて、でまた表紙作って、で文章考えて、ハッシュタグ考えてって、もう全部考えるとやっぱそんぐらいかかるんじゃないですかね。美容業界の投稿問わず、やっぱ動画が結構多いなっていう。アパレルさんのプランとか見ててもやっぱ結構リール積極的に上げてるなっていう感じがするんで、インスタグラム側でも結構リールをしてるのかなっていうのはやっぱ感じるから、リールをカウンセリング動画も含めて、まあ別のことも含めて結構上げてった方がいいのかなっていうのは感じますかね。他との差別化としても、やっぱその何か独自性だったりとか、なんかこう人の記憶に残るような、なんかこうなんていうの、その人だけのなんか目印というかっていうのをなんか動画の中にも作っていけると、なんかあこれといえばこの人みたいなのがあるとまあいいのかなとは思いますね。